調子乗ってんじゃねえ。出ようぜ。おい来た。なめんなよ。かかってこい。強気。かかってこいよ。やってみろ。よし、行くぞ。見せてやるよ。逃げるなら今のうちだ。行くぜ。してみろ。行ってこいよ。上がってこい。俺の番だな。とっておきだ。逃げるなら今のうちだぞ。なめんなよ。一つ上の男。お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。
あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのにどいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな。学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは？ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。菜の葉さんか。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。ていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。バカ、店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。菜の葉さん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は、野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。菜の葉さん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。違うって何が？私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは？わかった？メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えるや、双子だろ？大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、菜の葉は妹なので、あんた姉の紗恵子か。じゃああんたもその風俗嬢なのか？風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか？あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか？最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。兄弟だろ？
それにあんたが先にキャバクラにいたのに、どうしてだ。複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか。うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう。そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だから菜の葉には会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でも菜の葉がソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ、心配はねえよ。そっか。お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、それと難波さん。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。わかってる、本当に感謝してるって。ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな、電話か何かで。うん。だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか。そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。なんだって。その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。あんた店長とはどんな話を。はあ、乙姫ランドのボーイさんが。そうなんだ、妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すとかなんとかで。ちょっと何なのそれ。だいたい菜の葉がソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの。ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上もうさっちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと。でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの。大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずの菜の葉のために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち。そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だあんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ。店長、店長。老马，老马，他在这里，老马。それが店長との最後のやり取りか。そう。最後ドタバタしてたってのは何だ。わからないけど多分中国語、かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん、
店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら、急に引き上げていったの。紗恵子さんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ。ラオマ、どういう意味だ？だから意味はわからないって。いや、よくわかった。マジで？ラオマってのはハンピン・リューマンの幹部の愛称だ。ハンピン・リューマンの幹部？偉人さんの？ああ、実際の名前はマブチ。マブチ。ハンピン・リューマンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは青龍会の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。だからその掟が破られたとなると大事だな。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマーって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマーを知らねえ奴はいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだから。町の刑事を丸ごと？奴は偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、マブチに自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上マブチが相手で被害者がソープの店長とくりゃ、まともな捜査は期待できねえかもな。なあ、そのマブチが怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外
身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆っていうんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの。そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だから俺らに会いに来たんだよな。オーケーってひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。足立さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。よろしくな。なあ、いや、お、お、おい、やってやろう。来てみろ。いい加減な。
逃げるなら今のうちだ。よし、行くぞ。おい、見せてやるよ。俺の番ね。ほら来いよ。とっておき。うりゃ。俺の番か。行くぜ。やってやる。来いよ。看这一招。さっくみんな。とっておき。金出せや。おい、てめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。あ、なんだお前は。あ、来てくれたんですね。バイトヒーロー .com の方ですよね。あ、バイトヒーロー .com。 なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。邪魔すんじゃねえよ。負けねえぞ。俺の番ね。やってみろよ。見てろよ。とっておき。よいしょ。逃げるなら今のうちだ。ザコめ。してみろ。なめんなよ。見てなさい。ゾン、とっておきだ。俺の番か。行くぜ。打ってこいよ。やるか。行くぞ。おい、来た。じゃあ来いよ。見てろよ。なんだよ。私の番。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え、違うんですか。お待たせしました。バイトヒーロー .com のものです。ん、はは、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。あ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけてすぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチンピラが。やんのか。次に俺の番ね。絶対負けない。とっておき。俺の番だな。ぶっ飛ばすぜ。おっしゃ、行くぞ。絶対負けない。
チンピラ強い。だからチンピラじゃねえって。そうです、この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた、どういうことですか。先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。偉人町は異常に治安の悪いどん底の町ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだよ。じゃあ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できる。できませんでしょうか。わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。
春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。それでは町の平和を頼みますよ。うん、バイトヒーロー .com 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。わかった。舐めないでくれる？ほれほれ、一回死んでみてよ。
態度でかいね。これでやめんな。私の番ね。見てなさい。とっておき見てろよ。やってみろ。ほら、ほら、これで嫌いな。俺の番か。人間死んで見てよ。絶対負けない。行くぜ。行ってこいよ。やってやるぞ。本気だぜ。バカみたいな顔ね。君ザクじゃねえ。なめんなよ。おわおわ、俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。ビビってんのか。とっておきだ。一回死んでみせよ。おい来た。とっておき見てろよ。ほら来いよ。見せるね。はい、ジェイソン。本気出せよ。仕留める。どうするかね。やってやろう。ちょっとかい。よし、行くぞ。よっしゃ、勝ちだ。待った。お？なあ。ちょっと。よ。おい、ああ、ちょっと。よ。元の生活には戻れると思うんじゃねえ。しんど。どうしよっかな。かかってこいや。当たってこいや。やろうぜ。避けるな。俺の番ね。やってみろ。やめんなよ。とっておき。おら。くそ。俺の番だな。見せてやるよ。かかってこいや。一応してな。行くぜ。じゃあ来いよ。ほら来いよ。嫌がれ。とっておきだ。ほら来いよ。危ないな。
ん？
お。4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねません。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う？私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って札でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか。いないわよ。でもこういうケースならどうなの。私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう。はぁ、ね、当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか。何よ、あんたただのボーイでしょ。疑うっていうの。いえそういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる。早く案内して。マジで大丈夫なのか。敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。わかった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃうまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか。あいつをさっちゃんを信じよう。